本当の日本の実体経済が95年はこの数字だったってことなんです。なぜこんなに日本はすごかったのか。皆さんの人生誰かにコントロールされるんじゃなくて、自分で意欲的にやっぱり生きて持って捉えた瞬間にあなたは奴隷じゃなくなります。これ中国の周辺国でこれからいろんな火花が起きますけども、これってみんな日本の石油とか資源の輸入ルートなんですよ。実は戦争するときにすごく重要な情報ですよね。これだけ言っていいですか、あらゆる選挙で3人の中国が一番かかる。1億なきゃできません。意識改革は私たちがやらなきゃダメなんですよ。政治家が意識改革をやったら洗脳だと言われるじゃないですか。CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平聞くは歴史研究家の林千勝先生にお越しいただいてます。林先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 CGS 初登場ということで、はい、ありがとうございます。ご用意いただきましてありがとうございます。はい、初めて先生のことをご覧になる方も今日はいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単な自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、私近現代史研究家あるいはノンフィクション作家ですねというふうに言われてますけれども、昔は銀行に勤めてまして、富士銀行、今のみずほ銀行ですねに長年 いたんですね。でそこでまあいろいろ経済と見聞きしてるんですが、実はその子供の時からですね、はい、私非常に反逆児でございましてね、はい、学校の先生の言うことを一切信じなかったですね。で大人の言ってることがもう全部間違ってるように聞こえたし、実際テレビや新聞で言ってることも全然バラバラに思えてですね、うん、世の中おかしいと。で十数年かあるいはですね二十何年間ぐらいずっとそのことを悩んで気持ち悪かったんですね、はい、毎日気持ち悪かったんです、はい、頭も痛くて、ところがですね、だんだんそうやっていくうちにですね、はい、これは私の気持ちもそうなんですが、世の中自体が本当におかしいんじゃないかと、はい、で特に国のちょっと大げさですけどね、あり方であるとか社会のあり方とか、はい、それからだんだん歴史というか特に話が進んでくると、思いが進んでくるとその戦争の歴史ですね、はい、第二次大戦ですね、はい、あのあたりからおかしいんじゃないかっていう思いがだんだん強くなってきまして、うん、ある時それを自分の目で確かめようということでですね、はい、防衛研究所に通い出したんです、はい、で当時防衛研究所は恵比寿にありましてね、はい、今は市ヶ谷の方にありますけどね、はい、でそこで、とにかく己を無にして資料に当たってるうちにですね、秋丸機関というですね、はい、それまでどこにも出てない、教科書にも出てないし、マスコミも報道してない固有名詞が出てきましてね、うん、いきなり陸軍の文章にですね、はい、秋丸機関という名前が出てきましてね、はい、で私はピーンとこれは何かあるって思ったんですね、はい、これは何かあるとだけ思ったんですね、はい、でそれを徹底的に調べていったところが、はい、実は あの戦争に関して言われていることは全くデタラメであって、はい、教わったことはデタラメであって、はい、日本は教わってるのは無謀で、はい、無計画に侵略に暴走したですけども、はいはい、そうではなくて日本は追い込まれて、はい、そして勝つべき計画を持って、はいはい、そして合理的な決断を持って大東亜戦争に開戦したと、はい、いうことがはっきり一次資料で分かったんですね、うん、でこの私の発見についてどの専門家も反駁できないです、はい、その通りなんですね、うん、でもそれが一切付されてると。で、その研究がだんだん進んでいまして、じゃあ日本はなぜ負けたのかとかね、なぜじゃあ東京裁判士官を押し付けられたのか、そして戦後の日本は今なぜこうなってるかっていうことが、はい、そこからの研究でスーッと分かっていったんです、はい、ね、そうするとですねまた世界が広がって、いや日本だけじゃない、アメリカはこうなってるだろうね、国際金融資本はこうだろうってことがまた全貌がだんだん分かってきましてね、はい、でちょっと話飛びますけど、この間の大統領選挙のいろんな事件がありましたよね、はい、ありました、不正云々があったりね、うん、あのことをもってしても私が長年思い悩んできたこと、うん、そして考えてきたこと、研究したことが正しかったと、はい、裏付けられてきてるんですね、うんうん、ですから思い悩み苦しんで毎日頭の痛い思いをした、いわば映画のマトリックスの世界に何十年もいたんですが、はい、小学校の時からね、うん、それがここ10年くらいで本当に気持ちが楽になってきて、はい、それでそれを私だけじゃなくて世の人に
知らしめようと、はい、やっぱり共有してもらいたいという気持ちが強くて、まあ、本を出し始めたというのが、はい、ちょっと長くなりましたけど、いやいやいや、でも導入ですね。本を出すまでに政治にも挑戦されたことがあると聞いてるんですけれども、ね、それはどういう思いだったんですか？またマトリックスという映画に戻りますが、はい、この映画見られたことありますかね？いや、もう皆さん分かると思います、はい、もがくわけですね、うん、そのもがき何かを発見しようという糸口に、私は一つは選挙なり政治であったわけですね、はいはい、で、前回くらいかな、衆議院選挙に挑戦して時点で終わりましたけども、はい、まあ、その選挙の経験もいわゆる意識を深める上で役に立ちましたね、はい、またいろんなつながりができましたしね、うん、それとともに、まあ、前から分かってましたけども、いかにこんなにね、議員が、あの場合は国会議員ですけど、この場合はね、はい、どのぐらい人数いるんですかね、衆参で700人、うん、今日ちょっとほぼ 99.9% ダメですねはっきり分かりました。それは例えば私の研究から基づいても、はい、そういうこと言えますしね、はい、ちょっと僭越で申し訳ないんですけども、先ほどはね、はい、神谷さんといろんな話、はい、実はこの前にもしてるわけで、はいはい、かなり共有できたかなと思いますが、はい、要するに歴史の真実、社会の真実、もっと言えば国際政治の真実をきちっと認識している、はい、できている国会議員は10人いないと思いますね。5人いないと思いますね、うん、それが日本の現状です、はい、だから日本はダメなんです。だからずっと GDP も増えないしね、はい、中共やアメリカにも侮られてるし、国際金融市場のずっと植民地なんです、うん、という確信を私は持ってます、はい、これを何とかしなきゃいけない、はい、ということですね、はい、いや、もう初っ端からなんかフルスロットルな感じのお話で、これまだまだですよ。すいません、まだまだこんなもんね。いや、まさしくこう僕が CGS を作った思いとそこは重なるんですけれども、僕もやっぱ衆議院の選挙に出て敗れてですね、でもまあ、その前にもいろんな龍馬プロジェクトとかっていう地方議員を集めてやってたんですけど、やっぱりどんなに僕らがその歴史とかを研究して一生懸命訴えても、有権者の側にそれが届かないと、もう本当に選挙を勝てないので、で、それよりももう例えばパフォーマンスがね、上手い人とか、リップサービスが上手な人が選挙にどんどん通っていくというのを見たときに、いや、こんなことやってても日本ちっとも良くならないなと思ったので、私CGS という番組を8年前に始めて、で最初倉山充さんですとかそういう方々と一緒に、まず近現代史からやっていかないといけないと。でそうやって背景が分かれば、なんで今日本がこうなってるのかが分かるし、 そこを原点に今の社会を問題をちゃんと捉えて未来を考えていかないと、問題の根本が分かってないのに、でその通り目の前の現状だけ見ててもよくならないですよね。日本国民でですね、ある程度真実を知ってる人は私は 0.5% か 1% だと思ってますね、はい、今回の大統領選挙を見聞きすることによって、これが1から 2% に増えた可能性はある。ありますね、あります、はい。アメリカでなぜトランプ大統領が誕生したかというと、アメリカ人はいろんな戦争に、やりたくもない戦争に巻き込まれ、911の異常な体験もし、はい、約7000数百万の有権者が目覚めたんですね、うん、日本は50万か100万せいぜい200万人しか目覚めてないから、はい、与党もダメ野党もダメですから、何回選挙やっても変わらないです、はい、ね、投票行動をすることで義務と責任は絶対果たせません、はい、どうすればいいか、これは神谷さんが先頭になって真実を広めることですね、はい、まずここからやるべきですね、0.5% か 1%、2% しか目覚めてないわけですから、日本に分断は絶対起きません。目覚めた人が5割になることによって分断が起こり、はい、日本が本当に独立すると変わり始める、はい、ということが私は真実だと思います、はい。まあ、僕はもうメルマガとかで書いてることをそのまま言って、はい、あ、そうなんですか。だから結局そうですよ、この先僕らが気づいていけば分断が起きると、そう、はい、起きなきゃいけないんです。それは必要なプロセスなんです。そうですね、うん、はい。で、まあ、その時に変なカリスマが出てきたら気をつけろって僕が言ってるんですよ、うんうんうん、はい、大体パターンは、うん、カリスマを出してくるので、そう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 、カリスマになっちゃったりして、いや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 、僕はなっちゃったりして、僕は大丈夫です。変な神谷さんカリスマで私はカラスミ、はい、ということでですね、まあ、今日はちょっと自己紹介をしていただこうと思います、はい、すごく熱い思いを聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。次回からはそういった思いで、まあ、これまで著作活動されてますので、まあ、どういったことを書かれた方も今日もね並べてますけど、次回どういった本で、はい、何を伝えてこられたかということを聞いていきたいというふうに思います、はい、分かりました。はい、今日はどうもありがとうございました。
本が出ますと。本が出ます、はいはい、参政党の、はい、ボードメンバー5人で作った本が発売されると、はい、どういうことを方向性として考えているのかっていうのを皆さんに知ってもらわないといけないと思っていて、まあ、まずその政策をこれから党員の方々がまとめていっていただくんですけど、うん、その土台となる部分の議論がまあ全部載っていると、うん、